さあ、それを射抜けるのか。
頑張れ。
さあ、これからですね、はい、今までの皆さん投げていただいた成績をもとにチーム分けをするんですけども、はい、11対11のチーム戦ということで、はい、ルールちょっと説明します、はい、第1投目は全員別々の人が投げてくる、はい、2投目は誰に任せても大丈夫、はい、誰が投げるかっていう戦略ゲームにもなってくる、はいはい、それ1回も投げない人がいるのはなしです。それぞれのチーム10フレームのどこかで必ず3回だけこのガチャボックスからハンデが書かれた紙を引いて、そこに書いてあることをしながら投げないといけない。何それ、うん、やばい。例えば利き手と逆で投げる。うわ、もう最終的に、はい、勝ったチームにはご褒美ございます。何ご褒美、フレーズワッフルサンド。うわー、嬉しい、うまそう、まそう。我々のチーム名、まだ僕らも知らないですけど、平塚お願いします。ボルボルドです。ボル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 ドです。こちらのチームは誰ですか？イレブンパーソン。かっこいい。そちらイレブンパーソン、一人目誰いきますか？グレイクティアイバース。すげえ、落ち着け、頑張れ、落ち着け、頑張れ、
ます。あの感じでストライク、いやびっくりした。いや みんな口だけでしたね。あーやばいっすよ。それはそうか、何も言えねえよ。